はい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 。なんか X とか見てたら、今日の引き分けは勝ちに等しいって言ってる人めちゃくちゃ多いけど、はっきり言うけど、今日の試合余裕で勝てたぞ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今僕冒頭にも言いましたようにね、まあ今日引き分けだったんです、なんですけども、まあマジックね、点灯したんですよ。マジック9かな、点灯したことはいいことだと思うんですけど、まあまたもう阪神勝ってるし、まあ引き分けはね、まあ良かったっちゃ良かった、負けなかったっていうのは良かったんですけど、結局ね、しっかりやることをやってないからだと思うんですね。で、今日のまあ DeNA のまあ守備とかも見てても、あ、これやったらって、この感じやったら勝てるわっていうところは正直あったんですよ。で、そこをね、勝ちきれないっていうところはね、ちょっとどうなのかなって、まあマジック点灯して嬉しいのはあれなんですけど、わかるんですけど、もうちょいちゃんとした野球をしていかないといけないんじゃないかなっていうのが、まあ僕の意見なわけですね。はい。まあそういったところを、まあ今日ちょっとね、詳しく解説していきたいと思うので、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、まあジャイアンツファンじゃなくてもね、野球ファンの方にね、見ていただければね、嬉しいなというふうに思ってますんで、ぜひね、今日見ていってください。はい。まずね、はじめにね、ちょっと告知というか、ちょっとね、させてください。今年中にね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、マジで目指していますんで、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、よろしくお願いいたします。はい、行った暁にはですね、5万人行った暁にはですね、ジャイアンツの選手、ここに呼びまして、このチャンネル呼びまして、対談とかね、なんか面白い企画なんかもね、考えたいというふうに思ってますんで、ぜひね、その目標が達成できるようにね、皆様ご協力のほどよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にですね、スタメンの変更点見ていきます。そして最後にですね、僕が気になったところであったりとか、ここ配球こうでしたねみたいなところですね、配球チャートなんかも用いながら見ていく、この3本でね、ちょっとやらさせてください。はい、じゃあですね、まず早速得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、今日はですね、先ほどから言いましたように、2対2で、まあ、引き分けというところになってます。まあ、ジャイアンツマジック点灯というところですけども、僕からしたら、あ、勝てたんじゃないのって、まあ、安倍監督もなんか取材拒否なんかをされてたんで、まあ、どういう意図かはちょっと僕はわかんないですけども、僕からしたら、あ、今日勝てたなっていう、まあ、負けなかったのは良かったけども、勝てたやろうなっていうところはね、正直ありましたと。はい。で、見ていきますと、まず、初回、1回裏にですね、丸選手のホームランね、先頭出したというか、ランナーなしからの丸さんのホームランというところで、1点先制しますと。で、6回表、ワンアウトから牧選手にホームラン。うん。まあ、これで同点になりますと、1対1ですね。はい。で、8回表、これ2アウト満塁から宮崎選手に押し出しのフォアボール、出してしまいまして、まあ、2対1と逆転されますと。ただ、8回裏ですね、ワンアウト2、3塁から岸田選手のセカンドゴロがありまして、まあ、ギャンブルスタートかな、ギャンブルではないかな、まあ、5、5ぐらいのね、ギャンブルではないとですね、あれは。うん。で、まあ、ヘッドスライディングして、カズマが帰ってきたというところで、まあ、2対2になりましたと。で、まあ、延長12回まで行ってね、まあ、最後も、チャンス、ツーアウト三塁というチャンスは作ったんですけども、まあ、点が入らずというところで、まあ、2対2という、ゲームになっております。はい、じゃあですね、次ですね、スタメンの変更点見ていきたいんで、僕の川谷ですね、ちょっとね、画像出しながら、両チームのね、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。はい、まずですけども、ホーム側から行きましょうか。ホーム側のジャイアンツから行きます。16日、昨日はちょっと休養日というかね、休みだったんで、16日、対中日戦、7対1で、まあ、ジャイアンツ勝利しましたけども、そこからのね、変更点を見ていきたいと思います。はい、あまり変更点なくてですね、昨日、6番、レフトで出てた、秋広選手に代わって今日は6番、レフト、モンテスが入っておりますと。はい。で、門脇選手が今日は7番から8番になっておりまして、で、キャッチャーの岸田選手が8番から7番になっております。で、ピッチャーは赤星投手からグリフィンというところで、
まあしっかりね、グリフィンをなんかそのネットのあれで見ると中4日でね、投げるみたいなところもね、ありますからね。そういったところで、まあしっかりね、頑張ってもらいたいなというふうに思っておりました。はい。で、対する DeNA ですけども、16日の対広島戦、11対2で、快勝をしておりますと。で、そこからの変更点になりますけども、キャッチャーが、伊藤光選手がね、7番で出てたんですけども、今日は戸柱選手がね、7番キャッチャーとして出ております。で、ピッチャーは東投手から今日はジャクソン投手というところで、まあ、非常に球が速いピッチャーですけども、まあ、そこに対してどういう風に対策していくか。うん。早めにね、どんだけ点を取っていけるかというところがね、ジャイアンツの鍵になってくるんじゃないかなという風に思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、だから今日で言ったら、小山はなんで今日勝てる試合だという風に言ったのかというところですね、ちょっとね、できるだけ野球がわからない人にもわかりやすいようにね、伝えていきたいと思うので、ここから見てください。ここからよろしくお願いします。はい。なんで今日、引き上げになったのかっていうのがわかります。はい、行きます。はい、まず1回裏、先頭丸さんのホームラン。これ非常に素晴らしいですね。はい。ストレートにファール、ストレートボール、ストレートボール。で、ツーボールワンストライクとなってからストレートをしっかり弾き返せたというところでね。まあ非常に、今日ジャクソン投手、立ち上がりからね、まっすぐの割合多いなっていうふうに思ってました。まあ球が強いっていうのもありますけども、そこをね、しっかり1打席目のね、先頭バッターで捉えるっていうのはね、非常に素晴らしかったというふうに思います。はい。で、まず1個目ね、ここ2回裏なんですけども、ここちょっと僕気になったところありました。はい。というのもですね、これワンアウトからモンテスが、まあセンター前ヒット打ったんですね。はい。で、ワンアウト1塁、バッター岸田選手、これね、まあライトフライに倒れたという、打席なんですけども、ここで、まあ2ボール1ストライクという、カウントで、ランエンドヒット、まあエンドランなのかな、エンドランかランエンドヒットをかけたんですね、サインでかけたんですね。というのもやはり2ボール1ストライクというカウントもそうですし、先ほど言ったようにまあ立ち上がりからね、まあジャクソン投手ね、非常にまっすぐの割合が多いよと、まっすぐでどんどん押してくるというところで、まあ多分1巡目あたりは多分まっすぐでどんどん押してくるんじゃないかっていうのはね、まあ立ち上がりの投球見てても思ってたわけですよ。でそこでこの2ボール1ストライクという、まあその投手不利な場面というかね、ストライクが欲しい場面で、まあ確実にストレート来るでしょというところで、おそらくエンドランをね、かけたと思うんです。で、ここで、まあ岸田選手ね、ライトフライ。まあ結構いい当たりのライトフライだったんですけども、ここは絶対にゴロ転がさなあかん。はっきり言って。これね、絶対ゴロ転がさなあかん。うん。で、これは結局、ライトフライになって、ツーアウト一塁で、まあ、門脇選手がその次ね、内野安打、セカンドへの内野安打打ったりとかしてね、まあ、結局点入らないんですけど、ツーアウト一、二塁でグリフィンがセンターフライって点入らない回なんですけど、まあ、ここで、フライはダメですよね。絶対これゴロ転がしていかないといけないと思うし、これもしね、セカンドゴロとかでも、ね、ツーアウト二塁っていう場面を作れてるわけですから、まあ、今日の、ジャクソン投手の投球もそうですし、うん、ここはね、ゴロ転がしてほしかったなっていうのは、正直僕ありました。はい。はい。で、それで、次気になったところいきますか。3回裏になります。これ、いい走塁がありました。はい。というのも、丸選手が、まあ、センター前ヒットまで打ちますと。で、ノーアウトランナー一塁でですね、坂本選手がまあファーストゴロを打ったわけですけども、そこでまあポテポテのゴロが、ライのヒットね、これもかけてて、これもワンボールツーストライクというカウントから、まあライのヒットをかけてたわけですけども、で、これを、まあ守備が、まあもたついてるというか、まあちょっとゆっくりしてる間に、丸選手が三塁まで落とし入れたんですね。これは非常に素晴らしい走塁だったなと思います。で、ワンアウト三塁で、まあ、吉川選手、まあ、最近ね、めちゃくちゃ調子いいですけども、まあ、ファーストゴロに倒れてしまって、まあ、強殺プレー、3本間の間にね、強殺プレーになって、まあ、三塁までね、吉川選手が進めたっていうのも良かったですよね。で、ここで2アウト三塁で、岡本選手、まあ、敬遠になりまして、申告敬遠になりまして、で、2アウト1、3塁で浅野選手と勝負というところ。で、浅野選手が、まあ、ショートゴロでね、倒れてしまって、だというところで、まあ、点は入らなかったんですけども、まあ、丸選手の走塁というのは非常に良かったと思うし、非常にね、まあ、惜しい攻撃だったなとも思いますと。はい。で、次いきます。次、4回裏ですね。これ気になりました。はい。ワンアウトから、まあ、岸田選手がフォアボールで出てたんですね。うん。で、ワンアウト一塁で、まあ、門脇選手がピッチャーゴロ打ったんですけど、まあ、ここで、
ジャクソン選手がね、取って、ちょっとワンステップというかね、ちょっとこう、まあ、ジャックルというかね、じゃないけど、ちょっと持ち直してじゃないけど、ちょっとこう投げるのが二塁に遅くて、で、ファーストゲッツー取れなかったんですよ。で、これね、単なる、ちょっとしたプレイかもしれないですけども、これ、めちゃくちゃでかくて、結局ここでゲッツー取れたら、次の回、グリフィンから、始まってたりするんですけど、ここでゲッツーで一塁セーフになったから、まあ、グリフィン、まあ、結局空振り三振なんですけど、グリフィンまで回ったっていうところで、こういうちょっとしたこの細かいところ、あ、取れるアウトが取れてないとか、うん、さっきで言ったら、フライ上げて欲しくない時に上げてしまったとか、そういうちょっとしたミスというか、ちょっとしたことで、試合の流れってどんどん変わっていくんで、そういったところを、やっぱりきっちりきっちりやっていくことによって、まあ、ジャイアンツはもっと勝てるようになると思うし、そういったところは、頑張ってもらいたいなというふうに思ってるんですね。はい。で、次気になるところね、これ5回裏ですね。これも結局、先頭の丸選手が、これね、フォアボールで出るんですよ。で、ノーアウト1塁でしょ。で、ここで坂本選手がね、まあ、引っ掛けて 5-4-3 のダブルプレー取られると。うん。まあ、これは、まあ、今日坂本選手 6打数0安打なんですね。まあ、ちょっと、どうなのかなっていうところはありました。このゲッツーがちょっと結構でかかったなっていう。これね、1番からの打順で、うん、そろそろ捕まえれるかなっていう、ジャクソンをね、捕まえれるかなっていうところではあったんですけど、そこを、まあ、その、ダブルプレイね、引っ掛けてダブルプレイ打ってしまうっていうところは、ここね、ちょっと痛かったなと、ほんま痛かったなっていうところはありますと。で、結局、この5回裏、でね、このゲッツーで最悪な感じで、で、次6回表ですよね。これホームラン打たれるんですよ。ワンアウトから牧選手にホームラン。うん。まあ、こういうのって絶対流れあるんですね。さっき、やっぱり1番で、よっしゃ、行こうやって。あ、丸、あ、先頭出たやんけ。いけるやん。坂本さん頑張れ。続けっていう風になってる時に、ゲッツーってしまう。まあ、これ、まあ、仕方ないところあるんだけど、まあ、その、バッティングにヒット打てとか、そんなんは言えないんだけども、でも、ここの、この流れとして、してはね、ここで、ここの回いけるやってなってる時に、ゲッツー打たれて、で、あーってこう落ち込んだ時に次のイニングにすぐホームラン打たれるっていう、もうこれね、まさしくほんまに野球の流れだなと思うし、これもね、まあ確かにストレートが甘くなってしまう、ちょっと高くなってしまったっていうのはあるんだけど、でももうね、これも絶対これ打った牧選手は素晴らしいんですけど、もう本当に野球の流れってほんまにあるんやなって、改めて感じます、こういうのはね。で、ただワンアウトから、まあ、佐野選手をまたフォアボール出したんですよ、次のバッターのね。なんですけども、ワンアウト1塁でオースティンを、まあ、5-4-3 のダブルプレーに取れたっていうのはめちゃくちゃ良かったです。まあこれ配球も、まあそのホームラン打たれてるんで、ちょっとね、やっぱり、岸田選手もね、まあ慎重になりながらね、しっかりカットボールで最後ね、詰まらせて、5-4-3のダブルプレー取れたっていうのは非常に良かったと思います。はい。で、6回裏、僕気になるとこありました。これ先頭の岡本選手、センター前ヒット打ったんですね。で、ノーアウト、ランナー1塁。で、点差は2対1、負けてますと。で、ここでどういう采配するんかな。あ、じゃあ1対1か。1対1で同点ですと。で、ここ1点絶対欲しいですよっていうところで、どういう采配するんかなと思ったんですね。浅野選手がバッターボックスの時にね。で、ここで、まあ僕はバントさせるんかなと思ったんですよ。この間もバントさせて、すごくうまいバントがあったんで、バントさせるかなと思ったんですけど、ここをヒッティングで強行できますと。で、セカンドフライになるんですね。うん。で、ワンアウト1塁でモンテスがショートゴロ。で、これも、まあ、多少2塁への送球がそれてたんですけども、牧選手がね、こうポロッとエラーして、まあ、ワンアウト1、2塁になるわけですよ。こんなん正直ね、このミスなんて、まあ確かに送球は若干それてるんだけど、はっきり言って、こんなん牧選手、鬼ちょんぼなんですね。うん、罰金レベルなんですね、正直言うと。で、こういうミスがあった時って、大体、つけ込めるんですよ。絶対点取れるんですよ。なんですけども、ワンアウト1、2塁で、まあ、岸田選手がね、高めの直球に空振り三振。で、ツーアウト1、2塁で、門脇選手が、セカンドへの内野安打打つんですけども、ツーアウト満塁になりますと。で、ツーアウト満塁でピンチヒッター大城選手の時に、ピッチャーウィック投手に変わりまして、で、セカンドゴロに打ち取られるというところで、まあ、ここは、まあ、浅野選手がね、まあ、セカンドフライで、ちょっと、ランナーを進められなかったっていうのも、まあ、多少あると思いますし、このゲッツーでね、本当だったらゲッツーで終わってるはずなんですよ。だけども、相手がね、エラーしてくれてもらったチャンスをまた生かしきれずっていうところで、ここもね、なんかちょっとちぐはぐというか、普通だったら点取れる雰囲気なのになっていうところはあったんですよね、はっきり言って。うん。で、
ここですよね、8回表、これバルドナード出てきますと。で、最近バルドナード見てたら、鬼不安定というかね、ピッチングが。うん。まあ、制球もそうだし、まあ結構簡単に捉えられる、150キロ以上のボールが、を捉えられることが結構多いんですよね。で、そこで、まあその、先頭のね、海老名選手出てきて、レフト前ヒット。うん。で、ノーアウト一塁、梶原選手がね、これセーフティーバントしたんです。で、サード前に行って、坂本さんが投げたんですけど、セーフになったんですけど、これも、1球目もね、バントの構えして、2球目もバントの構えして、で、3球目にやったんですね。で、はっきり言って、まあ、バント、すごくいいバントではあったんですけど、まあ、ここね、やっぱり1球目、2球目構えてるから、まあ、ツーボールになって、まあその、バントないんかなって思ったかもしれないですけど、これはね、正直言ってファースト、いくら足速いとは言っても、刺してほしいですね。うん。坂本さんね。まあ、全力のプレーをしたんだと思うんですけど、ここはね、一個アウト取りたかったなっていうのは正直ありました。で、ノーアウト一、二塁で、牧選手のショートライナー、すごくこう、バットの先端で当てて、ちょっと打球がこういう風に切れていくような打球だったんですけども、これを、門脇選手がね、うまく取りました。これ、ナイスプレーだったと思います。で、ワンアウト一、二塁で、佐野選手をね、ファーストフライに打ち取って、あ、これ、大丈夫やって思ったんですね。これ、この感じだったらいけるってなった時に、ツーアウト一、二塁で、オースティンにフォアボール。これが痛いんですよね。これが痛い。うん。このフォアボールが余計だったですね。で、2アウト満塁になりますと。で、宮崎選手にフォアボール。まあ、これも押し出しのフォアボールになるんですけど、やはり前のバッターフォアボール出してるし、で、宮崎選手の時も、球がね、結構抜けてたんです。だから、やっぱりよくあるあるなんですけど、ピッチャーがちょっとコントロール悪いと、審判も、際どいとこ来てもボールって言いがちなんですよ。で、最後のボールね、確かにいいボールではあったんです。うんですけども、まあ低いんですよね。はっきり言ってスローで見たらボールなんですけども、まあバルドナード選手がこう、おい、今のボールかみたいな感じに出してたんですけど、はっきり言ってボールなんですね。だから、やっぱりそれぐらい精神的に追い込まれてるというか、やっぱ前のバッターに、オースティンにもフォアボール出してるし、で、宮崎選手の時もちょっと抜け気味で、なってるんでね。そこでちょっとやっぱりこう、まあもったいないなというか、まあ最近のバルドナードちょっとこれ勝ちパターン大丈夫かって、うん、思いますね、はっきり言ってね。で、船場さんの投手が出てきて、で、ツーアウト満塁の場面で桑原選手を見逃す三振。このね、心臓というかね、強心臓というか、これ素晴らしいなと思いますと。うん。船場様ね、本当にいてくれて、船場様、高梨、本当にいてくれて、本当嬉しいなと思うし、ここよう切ったなと思います。見逃し三振取ったんですけど、本当素晴らしいな。全部スライダーなんですけど、うん。素晴らしい投球だったと思います。で、これ8回裏、ピッチャーウェンデルケンが出てきて、で、先頭これね、岡本選手またフォアボール出ますと。で、先ほど、まあ、ノーアウト1塁で、まあ、浅野選手ね、ヒッティングで強行でいって、セカンドフライ打ってるわけですよ。で、ここは送るんちゃうかと思ってたところ、またヒッティングで行くんですね。で、ノーアウト1塁で浅野選手これレフト前ヒット打つんですね。これは素晴らしいと思います。先ほど、まあ、同じ場面で、まあ、セカンドフライ打ったっていうのがあって、そこをね、取り返すというかね、これはもうほんま波の19歳じゃないなというか、ほんと素晴らしいなと思います、これね。で、ノーアウト1、2塁で、まあ、オコエ選手がバント決めたんですけど、これもね、ファーストめちゃくちゃチャージしてる、来てるわけですよ。チャージってね、アウトするために、3塁でアウトするために、めっちゃ前来てるんですよ。だから、はっきり言ってこれサードに取らすぐらいの強いバント、サード側にしないと、もう成功は見込めないっていうところの場面だったんですけど、これがオコエ選手がね、めちゃくちゃいいバントするんですね。めちゃくちゃいいバント。もうお手本のようなバントするんですね。で、これで、まあ、一塁ギリギリアウトになって、で、ワンアウト二三塁。で、ここで岸田選手、バッターボックスなんですけど、守備隊形は前、もう、当然ですけど前に来ますと。で、岸田選手がね、もうほんま死に物狂いでゴロ打ちに行くと。セカンドゴロ打って、で、ランナーがカズマなんで、あまり足速くないんですね。で、まあ、ギャンブルスタートではない。ギャンブルスタートっていうのは、もう、バッターが振りに行って、もう、ボールが当たる瞬間ぐらいにゴーなんですよね。でも、スローを見てると、まあ、カズマは、まあ、当たる前、直前にはまだスタート切ってないんで、まあ、ゴロゴーか、まあ、カズマが、走塁があまり上手くなくて、ギャンブルスタート出てたけど、ギャンブルスタートになってなかった。それどっちかわからないけど、まあ、これをね、しっかり、まあ、セカンドゴロで帰れたわけですから、もう非常にね、チームで取った1点だな、と思います。で、これで同点になるでしょ？で、ここで2アウト3塁で、門脇選手が、まあ、フォアボール出ますと。で、2アウト1、3塁、ここめちゃくちゃ大事なんですね。で、ここでピッチャー、伊勢投手に、
変わるんですね。スイッチするんですよ。で、バッターも代打の長野さん出てくるわけですけども、ここちょっと配球チャート見ていきたいと思います。ここめちゃくちゃ大事な場面なんで、これね、普通の流れで言ったら、これ点取れる回なんですよ。この感じで言ったら点取れるんですよね。で、長野さん三振したわけですけども、これストレートボール、ストレートボール、ストレートでストライク、で、フォークでストライク、で、最後フォークボールで空振り三振ってとこなんですけど、もうこれね、チャート見てもらったらわかるよ通り、もう、全部アウトコースのギリギリの出し入れなんですね。うん。だからもう打てるボール正直言って、僕見てましたけども、ないんですね。だから、ここの場面で伊勢投手ね、ピンチで上がってきて、出てきて、で、いきなりこの投球ができるっていうのは本当素晴らしいと思うし、ましてやね、これストレートボールボールってなって、ツーボールからスタートしてるんですよ。なんだけども、3球目のストレートもギリギリのストレートなんですよ。だからもうボール半個分の出し入れをしてるっていうところで、本当にね、素晴らしい投球だったんだと思うし、その同じとこに来てるんだけども、同じ軌道から、いわゆる同軌道、同じ軌道から、そっからフォーク落として、フォーク落としてっていうところなんで、これはちょっとね、長野さん、打てないなっていう、これはさすがになかなか打てる人おらんなっていうところはあったんで、本当素晴らしい投球だったなと、伊勢投手はね、思います。はい、でですね、そっからですね、まあ、その、大勢繋いでたり、泉投手繋いだり、平内投手繋いでたりとかね、しましたと。で、最後も、まあ、その、11回裏ね、これ、2アウトからピンチヒッターの、まあ、中山選手がね、レフト線2ベースしますと、これ素晴らしい打球だったなと思うんですけど、で、2アウト2塁で、丸選手ね、3ボールになってから敬遠しますと。で、2アウト1、2塁。ここで坂本選手。まあ、今までの流れ、坂本選手の持ってるスター性、実力からしたら、もうここ坂本選手が決めて終わるところだと思うんですね。なんだけども、もう外野もね、前進守備してきてますと。もう頭越されるのは OK ですと。とりあえず、2塁ランナーだけは絶対返させないっていう守備体験してるわけですよ。だから、はっきり言って、高めのボールというか、ベルトより高めのボールを、ポーンってちょっと軽くじゃないけど、ポーンって当てたら、簡単に打球ね、外野の頭を越えるような場面なんですよ。で、ここで、坂本選手で初球のフォークボールを狙いに行って、打ちに行くわけですけども、僕一瞬越えたかなと思ったんですよ。前進守備してたんで、越えたかなと思ったんですけど、それも越えずっていうところで、まあ、狙い球を絞って、多分行ってるし、で、それをしっかり振り抜いていってるし、まあ、ただね、ちょっと詰まったなっていう感じはあったんですけども、あれで超えないっていうのはちょっと本当に残念だったなと思うし、ボールの影響なのか、まあ、坂本選手の状態の悪さなのかちょっとわからないけども、今までの流れだったらこれ絶対ね、ここで決めてくれる感じだったんですけど、それがもう超えないっていうところで、ちょっとね、本当に残念だったなって思います。で、最後も、まあ、その12回裏ね、これ、先頭、吉川選手がデッドボール、うん。で、ノーアウト1塁で、岡本選手がファーストゴロ。これね、ピッチャーのね、かかとに当たって、かかとか足の裏なんかに当たって、打球が、めちゃくちゃ速い打球が、ファーストゴロになるんですよ。で、僕、これ見たときに、うわ、この感じ多分点取れへんなと思ったんですよ。普通だったら、センター前に抜けてるような打球なんですけど、それがピッチャーの足の裏に当たって、ファーストゴロになるんですよ。これ、運ないなというか、ついてないなと思うわけですよ。で、浅野選手が、まあ、ショートゴロの間に、まあ、ランナー三塁進んで、で、ツーアウト三塁でオコエ選手、最後空振り三振したんですけど、やはりまあ、最後のイニングがどうこう言うよりも、やはり、エンドランの時に、ランエンドヒットの時に、フライ打ち上げてしまう、とかね、相手の守備のミスの時に、点を取れないとか、まあそういったところが本当にね、開幕にね、よく見えて、まあバルノランのフォアボール、2者連続フォアボールもそうでしたけども、普通にやってればというか、まあ普通の野球というか、やってれば、正直勝てたなっていうところあるんで、まあ今日の試合ね、まあ負けなかったらすごくいいっていうふうにね、みんな言ってるけど、ネット上とかでも言ってるけども、でもこれどうなのっていう試合でも僕はあったのかなと思うんで、ここはね、本当にもう一回ね、気を引き締めて、本当に原点回帰というかね、もう一回原点に戻って、どういう野球をしていかないといけないのかっていうところを見つめ直していくっていう、ところはね、大事なんじゃないかなというふうに僕は本当に思いました。はい、てな感じで、まあ、すごく、まあ、優勝にかけてね、緊張感がすごく高まってるところであるんですけども、今日の試合見ててね、正直ちょっと残念だったなっていうふうなところはありましたし、今日は勝たなあかんって。まあ、いつも勝たな、ダメなんですけど、まあ、今日の試合展開的に、相手のミスもそうですし、この流れ的にね、絶対勝てるやろっていうところを、まあ、勝ちきれなかったっていうところは、安倍監督も感じてるところかなというふうに思うし、そこがね、ちょっとね、阪神の勢いもあるんでね、ちょっとね、大丈夫かなっていうところはあるんで、
ちょっとね、本当に、ね、明日以降ね、まあ、しっかりね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、最後にやりますけども、本当にチャンネル登録者数5万人目指してますんで、チャンネル登録ポチッと、高評価ポチッよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。